都立もみじ川先発の山崎。1回表の国際の攻撃をしっかりと三者凡退に抑える上々の立ち上がり。対する都立国際先発阿部。1回裏、もみじ川の先頭バッター益子にフォアボールを与えてしまいます。益子は2つの盗塁を決めてワンアウトランナー3塁。2番吉成の打球はレフトへ。これが犠牲フライとなってもみじ川が先制点を奪うと、さらにこの回1点を奪い、初回で2点をリードします。もみじ川は2回裏にも2つのフォアボールに盗塁を絡めてノーアウトランナー2塁3塁。8番デウシ、レフトの左へ運んだ。ランナー2人が帰ってくる。2点を追加、4対0。さらに1番益子の犠牲フライで1点を加え、リードは5点に。こうなると試合の流れが一気にもみじ川に。3回裏、相手の守備の乱れで2点を奪うと、8番デウシの2打席連続タイムリーで1点を追加。2番ピンチヒッター島津のタイムリーなどで2点を奪い、3回を終えて大量10点をリードします。もみじ川は2人の投手リレーで4回まで10奪三振、1人のランナーも許さない完璧な継投。もみじ川4回裏にも2点を奪い、12点リードで迎えた5回表。国際の攻撃、ワンアウトとなって打席には5番原。空振り三振。続く6番代打シャイバー・マーロン、見逃し三振。もみじ川は投手3人で12奪三振、1人のランナーも許さず12対0の5回コールドゲームで4回戦進出です。夏祭の2試合目になったんですけど、まず勝つことができて、本当に良かったなと思います。で、次の今トワさんと安田さんがやってるんですけど、その試合に向けてまたやっていきたいなと思ってます。